してみたいなのね、事前に決めとくもんなんだけど、なんかそういうのめんどくさかったから、俺が一人で勝手に喋ってるから、バンさん後から付け足しといて、だいたいいい感じに喋れると思う。それでは行くよ、用意ドン。用意ドンじゃねえの、全然準備できてねえよ。駅前今日からドキドキにハオハユ講座、大人中高生おばちゃんにこんにちは、ダメダメここではあなたもニハオ、マジでテキスト3ページ早くもここはとにかく羞恥心に勝つぞ、1万3000の月謝は安くない、母を出せの機嫌いかが、お母さんお馬さんママここはどこ君は誰、大好きなワンリーホンリー、大好きだって言うため、ハイハイジャイアンちょちょ夢心地、 ER ファンクラブ、だんだん君と同じ言葉が使えるね、お愛に言えるから。最近あの中国語を勉強してて、最近覚えたやついきます。ビンタシンチャンチン、どういう意味？これの意味はですね、病は気からという意味です。絶対覚えて帰ってください。そこで知り合った子持ちのおじさん、すぞいわく台湾でセブプラのクッション、それは行かなきゃダメだ、ところでボンさん知れと言ってるけど海外だよ、マジでエンジンかかってんなボンさん、ここはとにかく便乗して頑張るか、何千円かのセブプラのライブ代安くない、それでは最前バイト探さなきゃ、すみませんおもちゃのおじさん、やっぱこのワニはいくらでしょう、天国のレスリーちゃんにおやすみなさいって言うため、ハイハイチャイナちょちょ夢心地、ER ファンクラブ、だんだん君の伝えたい気持ちが分かってく、憧れて夢中になって、1ヶ月2ヶ月半年過ぎた、リア友は少し減ったけど、それも仕方ない、ER ファンクラブ、だんだん君の伝えたい気持ちが分かってく、もう愛に言わせてよ。いやもう本当にあのここまでね、あのいろいろセリフあったんですけど、これ勝手に僕が全部撮ったやつでした。バンさん大変だったろうな。それでは最後に、無茶ぶりはやめてくれ。